スタディオヨルギオスカライスカキスはギリシャピレウスにあるサッカー競技施設でオリンピアコス FC の本拠地。施設の名称はギリシャ独立戦争の英雄であるゲオルギオスカライスカキスがこの地で重傷を負ったという話にちなんで付けられた。日本語ではカライスカキススタジアムやヨルギオスカライスカキススタジアムなどと呼ばれることもある。1896年の夏季オリンピックでは この施設はネオ・ファレーロン・ベロドロームとして自転車競技に利用され、フランスのポール・マソンがトラックレースで3つの金メダルを獲得した。1960年代に改修が行われた後、2004年にはオリンピックのサッカー競技開催のために全面的な改修を行い、収容人数3万2500人の全席座席式スタジアムとなった。 スタジアムは一度完全に解体され、同じ土地の別の方向に新しい施設が再度建設された。オリンピック開催に間に合わせるため、この再建作業は14ヶ月間という記録的な短期間で行われた。新スタジアムのゲート7。画像は2006年1月15日のオリンピアコス FC 対パナシナイコス FC の試合前のもので、ギリシャ最大のダービーマッチの一つとされる。 1998年に一度契約が終了した後、オリンピアコス FC は2003年から2052年までの49年間の予定でこのスタジアムを再び使用し始め、このスタジアムは真の本拠地であると伝統的に認識されている。2002年、オリンピアコス FC の会長であるソクリティス・ココラスは、スタジアム再建の発表の際に、カライス・カキスは、 オリンピアコス FC、エスニコスピレウス FC どちらにとっても歴史的な本拠地であるとして希望があった場合は新しいスタジアムをエスニコス FC との共同仕様にしたいとの考えを表明した。したがってスタジアムとオリンピアコス FC の所有者となっているギリシャオリンピック委員会が署名した契約にはエスニコス FC がカライスカキスへの復帰希望を表明した場合 同クラブは重大な補修、または、その他のスタジアムに関する経費を負担することなく、復帰することができ、これらの費用は、オリンピアコス FC が負担する。という条項が盛り込まれた。ただ、2010から11年シーズン現在、エスニコス FC 側はこれに同意していない。観戦チケットの平均売り上げはここ数十年間は、他のギリシャスーパーリーグ所属チームと比べて、 どこよりも多く、当面はこの水準から落ちることはないと予想される。国家代表チームの試合についても高い売り上げを記録しているが、これは2004年の欧州選手権でのギリシャチームの活躍によるところが大きい。2008年の欧州選手権でのギリシャチームの不甲斐ない戦いもあって、2008年以降は国家代表戦の感染者は大幅に減少し、 それによりスポーツショーは会場をイラクリオニーと移すことを決定した。2005年6月、カライスカキスは210 0メートルのシネマスクリーンを有した映画館として毎日午後9時から11時に営業され、その後は週末の営業となった。この映画館ではバットマンビギンズなどの映画が上映された。このスタジアムの映画館の営業は2005年8月13日の 土曜日をもって終了した。加えて、リアーナ、エアロスミス、エヴァネッセンス、50セント、スコーピオンズ、ホワイトスネーク、デフレパードなどのアーティストがこのスタジアムでショーを開いた。1981年2月8日のオリンピアコス、FC 対エグアテネ FC の試合後、21人のサポーターがゲート7で命を落とし、この事件は、 カライスカキススタジアムの惨事として広く知られている。この事件の記憶を受けて、今ゲート7がある、観客席では一部の座席の色が黒から赤に塗り替えられて、数字の7が形作られ、一方で、スタジアムの東側にはこの日死亡した21人のサポーターの名前が刻まれた石踏みが設置されている。UEFA チャンピオンズリーグ2007から08での オリンピアコス FC 対チェルシー FC の試合からイスカキスは欧州サッカー連盟により4つ母子スタジアムに認定されており指定された場合は UEFA ヨーロッパリーグの決勝を開催することもできるスタジアム内には472人収容の VIP ラウンジ及びスイート130席の記者会見場200席の報道メディア席レストランカフェ小売店 医療品店が収容されたショッピングモール、ジム、オリンピアコス CFP の歴史を紹介する博物館がある。スタジアムの周囲10カ所にはインターネットや電話でのチケット購入者向けの自動発見機が設置されている。さらに追加料金なしで駐車することのできる駐車場が2500台分用意されている。現代的に設計された観客席は わずか7分で空席にできるようになっている。スタジアムにあるレストランや商店は、試合やコンサートの間だけでなく、時たまギリシャの一般的な日常スケジュールに沿って、営業されることもある。スタジアムへは、市街地より20分の地下鉄、ファレーロン駅や、アテネから約40分の公共交通機関の SEF 駅を利用すれば容易にアクセスできる。ありがとうございます。